なんか一つやり遂げちゃったりとかやりがいがなくなった瞬間に人間って生命の炎が、ボケるかバランスを崩すかっていうことですね。そうですね、結局その人生は壮大な暇つぶしなわけで、その暇の潰し方がより充実感があった方がいいわけじゃないですか。まあ、その不要不急の使い方が大事なんですよね。そうなんですよ。だからそう、不要不急を、どんな不要不急が必要なんだ、だから不要不急になれないとダメで、だからオンラインサロンではそれ慣らしてるんですよね。だからこんな面白い遊びあるよとか、こんな面白いアクティビティあるよとか、こんな面白い仕事あるよとかっていう風に提案をしていくと、なるほどってみんな、なんかみんなで炭焼きをしたりとかしてるんですよ。でも炭焼きなんかしたらそれだけで1週間とか潰れちゃうわけですよ。炭焼けるまで結構時間かかるんでだからなんかみんなで炭窯を作ったりとかすると、めちゃくちゃ無駄な労働なんだけど、全然採算合わないんだけど、充実感は残るみたいな、俺焼いた炭でバーベキューやったよみたいな、やってやったよみたいな話とかがすごい充実感につながることを、こうやって一つ一つみんながやって分かっていくっていう社会が、あの今 DX ってすごい流行ってるじゃないですか、であれ本気で DX が終わると、僕ホワイトカラーの9割以上いらなくなると思うんですよ、それぐらい無駄な仕事してると思うんですよ、本当に何かのきっかけで、今ちょっとコロナで本当に DX がババッと進んだじゃないですか、でまた何かのイベントがあってまたババッと進むと思うんですよ、どっかで、そうすると社会問題になるなとも思ってます。まあ、コロナはかなりの時間短縮効果があった感じですね。リモートワークとかっていうのも、まあ、やればできるんだろうけれども、偉い人がうんって言わないからやらなかったみたいなのがまあ進んじゃったし、副業がまあだいぶこう範囲が広くなったっていうようなこともあるんで、やっぱこう数年分あの余計に時間が進んだかなっていう感じはなんとなくあります。うん、悪いことばかりではなかったと、ってことですね。なんですけど、それが終わった後にみんな充実感がある仕事を、生きがいを見つけていかなきゃいけないことが次の課題になってくるだろうなと思います。